さあ、あと10秒ぐらいで多分ガチャ情報が来ると思います。で、多分ピックだと思う。まあ、ピックかセレボなんだけど、多分ピックでスキチケが嬉しいな。スキチケが嬉しいな。スキチケが。9600万ダウンロード記念だと。えめっちゃダウンロード増えてるやん。えちょっと待って、9600万ダウンロード記念やと。お前、ちょっと待って。お前、やべえセレボ来るやん。唐突にやべえの来るやん。はガチか。しかも、9500万ダウンロード超えてきたぞ。めっちゃダウンロードされてるやん、じゃあ。えぐだけど、これ、罠だろう。これは罠だろう。いや、これ、ちょっとな。どうだ、これ。いや、熱いんだよ。ペア積む、全12種でペア積むみたいなって初だしね。まさかの9600万ダウンロード。まあ、おすすめはエルサラ、魔女もあれか。まあ、ミキプルもまあ、みたいな感じだけど。いやー、熱いけど、する。熱いけどする。がいいと思う。マジで。熱いけどね。まあ、なぜならバズがさ、前回、全12種で来て、まあ、だいぶ使ったと思うんすよ。で、バズとこの、さあ、中の、比較すると、圧倒的にバズが一番強いんで、バズ引けなくてコイン余ってる方は引きかなと。バズスキルマの方で、コイン余ってる方はって感じですね。まだ熱いのは間違いない。熱いのは間違いないけど、って感じっすね。常駐はガントゥモンストロかな。ってことはさ、1億ダウンロードセレブ予想以上に早くなるぞ、これ。めっちゃ早くない？もう9500万いってん。早いぞ。ペース早い。ガントゥモンストロ、ティアナは違うっすよね。限定っすよね。やばいね。まあでも、ペア積む2体は熱いっていうところ。まあペア積む、まあ、エルサラミキプル欲しい人は、まあ母体確保でいいんじゃないかな。はい。母体確保狙ってもいいと思うけど、まあバズで多分コイン減ってるんで、まあ基本的にコイン温存がベストだと思います。まあなぜなら4月と5月は多分熱いんでっていうお話なので、まあそんな形で対応してもらえればいいかなと思います。まあ、ただちょっと9600万ダウンロード記念だからまあ、自分ガチャするけど、まあ、また、いや、ガチャ配信してけど俺あれなんだよな。ガチャ配信するか。明日ガチャ配信しようかな、夜。明日昼間だ。明日昼間ガチャ配信しよう、俺。皆さん明日ガチャ配信します。11時から。なんで皆さんまた遊びに来てください。はい。っていう感じで、パスドナ、確かパステルドナルド入れてほしかったね。まあ一応そんな感じです。まあ皆さん、ちょっとこれ動画にするんですけど、動画の方にもですね、ちょっとね、コメントしていってもらいたいです。はい。で、それが参考になると思うんで、はい。そんな感じです。